ビルヘルム・ゲナチィーノ、ビルヘルム・ゲナチィーノは、ドイツの作家、マンハイムに生まれる。アビトゥーアに合格後、ラインネッカー新聞での見習いを経て、フランクフルト大学に入学し、ドイツ学や、社会学、哲学を学んだ。1965年、ラスリーン通りで、小説家としてデビュー。しかしその後十年間作品を発表せず、大学卒業後は、ジャーナリスト、編集者、 ラジオドラマの脚本家などとして働いていた。1971年までは風刺し、パルドンの編集者、その後1980年から1986年まで、冷節愛棄演士の共同発行人であった。1970年代初頭から作家として、独立するようになり、1977年から1979年にかけて、 孤独な生活を送るサラリーマンの内面を描いた小説アプシャフヘル三部作を発表。長い間少数の読者にしか知られていない作家だったが2001年のそんな日の雨がさにがテレビ番組で絶賛されたのをきっかけに一躍有名になった。ドイツ文学で最も権威のあるゲオルクビューヒナー賞をはじめフォンターネ賞、クライスト賞など数々の賞を受賞している。 2018年12月12日、フランクフルトアムマインで死去。75歳没。ありがとうございます。